はい、どうも皆さんこんにちは。お久しぶりです。ちーです。本日はですね、見ての通り私は帰ってきてもパジャマでございます。今日は、私のナイトルーティンをね、撮影していきたいと思います。まあ、基本的に私はオーストラリアのブリスベンっていうところに住んでるんですけども、フルタイムで働いてるので、だいたい仕事が終わるのが5時ですね。なんで、まあ家帰ってきて5時半から寝るのがまあだいたい10時ぐらいなので、それまでの間に何をしているのかっていうのをね、今日はお見せしていきたいと思います。まあ、特にね、そんなに大したことはしてないんですけども、楽しんでいただけたら幸いです。気になることはこの続きもご覧ください。はい、今からローストベジとサラダ、それを作っていきたいと思います。まず、まあローストベジはね、本当に野菜をオーブンにぶっ込むだけで超簡単なので、まずはこちらがスイートポテトです。それで1キロかな。これ人参、このオドバンチっていうシリーズは、店頭に並ぶほど綺麗な形じゃないものとかがこう詰まって、普通のやつよりね、1ドル2ドルぐらい安いので、いつも私はこれを買います。じゃがいも、これはとってもちっちゃいじゃがいもがいっぱい入ってます。あとは、ブロッコリーとカリフラワーとマッシュルームのとりあえず作っていきたいと思います。今顔がカリパリなので、今から顔を保湿していきたいと思います。まずこのね、アベンヌの化粧水かよくわからないけど、なんかスプレーをします。ちなみに保湿はこのサイキっていう日本の化粧水を使ってます。私なんかもともとアトピーがあったりして、ちっちゃい頃結構本当にすごい乾燥したりとか、たまにアレルギー反応を起こすとこう肌が、ね、赤くただれたりするので、今ねこれを使ってます。治療ローションって書いてあるんですよね。なんか皮膚科もおすすめするやつらしいです。うん、結構しっとりするし、オーストラリアはですね、今11月なんですけど、9月10月8月とかからね、冬の時期がすんごいとにかく乾燥してて、もう本当にね、肌もパリパリのもう砂漠状態だったんですけど、ちょっとこれを使い始めてからまだちょっと良くなりました。こっち乳液です。なんでね、まあさっきのスプレーとこの化粧水と乳液という感じで酸素を重ねます。
そうだね、今地肌が乾くぐらいまでちょっと乾燥させて、完全には乾燥させないんですけど、そうだから私毎朝髪の毛を巻く時間がないんですよ。すごい今わかると思うけど、めちゃめちゃ直毛で、できたらね毎日巻きたいんだけど時間もないし、なのでもう髪の毛をねこうツイストして、朝何もしなくていいようにこうぐるぐるってねじって、いつもなんかヤギみたいな髪型で寝てます。なので今日はねそれをどうやってやるかお見せしていきたいと思います。もうまず半分に分けて片方をこうやって縛っておきます。でこっちの半分をこう編み込むようにしてツイストしていきます。こう2束取ってひねる、でまた2束取ってひねる、この繰り返しで下までやっていきます。ねじり込んでお団子みたいにして、でここをゴムで留めます。ゴムで留めて、そうこういう感じでなんかちょっとぶら下がった変な団子みたいになるんですけど、でこっち側もすごく適当なんですけど、ヤギさんみたいな感じの髪型でこのまま寝ます。